車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はモンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を私ソロでご紹介したいと思います。さあ、というわけで今回は私の POV、 私視点でお届けしたいと思います。過去何度も G63 のカスタマイズした車両をご紹介させていただいております。で、当然ブラバスになっているのも何度もご紹介してるんですけれども、今回は本当にすごいんで、今回もっすね、本当にすごい内容になってるんで、まあ、詳しく見ていきたいと思います。で、まず今回このベースになってる G63 なんですけど、なんと新車でございます。なんでもうド新車を一気にここまでカスタマイズしてると。まあ、今 G63 もマイナーチェンジ発表されて新型に移行するんで、現行のものが注文できなくなってるみたいなんですけど、もうそれの最終ケースねを極限までカスタマイズした車両になります。で、今回はなんとブラバスのパーツをてんこ盛りになってます。もうほぼ全部のパーツだ。今回の動画はもうほとんどカタログの動画だと思ってもらっていいんじゃないかな。それぐらいもう全てのパーツが付いてる車になります。まず基本となってるキットとしては、ワイドスター、ゲレンデをワイドにするキットがまず一周付いております。というわけでもう何度もご紹介してますね、この専用のワイドなバンパーと、あと前後のフェンダー、ちなみにこれ片側3センチワイド、合計6センチ車幅が広くなります。このダクト付きの前後フェンダーと、あとリアバンパーが付いているのがこのワイドスターのキットでございます。で、これもあのブログだったりだとかでいろいろ紹介してますけど、何がすごいってこれめちゃくちゃ値上がりしたの皆さん知ってますか？で、もちろん価格変動、輸入パーツなんであるんで、まあ、今回は価格については動画内では公表しないんですけれども、概要欄にジャパンのホームページのリンク貼ってますんで、まあ、パーツラインナップだったりだとか価格に関してはそこから見直していただけるといいんじゃないかなと。というわけでそのワイドスターキットがまず付いております。で、ワイドスターつけると、まあ、見た目のそのシルエットが変わるのもそうだし、ワイドになるのもそうなんですけど、細かいところ見ていくと、このフェンダー の取り付け面が若干変わるんですよね。で、純正フェンダーだとボディがこう少し出て、その先にオーバーフェンダーが付いてる形になるんですけど、ワイドスターキットだともうボディからこうカクってこうフェンダーが出てくるんで、こう引いてみた時もすごいこうカクカクした感じ、スタイリッシュな感じになる、シャープな感じのこのフェンダーになると。そしてダクトなんかもついてるんで、よりこう、まあ、ゲレンデって SUV であるんですけど、よりスポーティーなシルエットになってると。ワイドスターのキットっていうのはあくまで基本形になります。なのでここからプラスアルファパーツをつけたりだとか手を加えたりっていうのができるようになってると。で、今回もうほぼ全てついてます。で、順番に見ていくと、その上から見ていきましょうか。このワイドスターのキットプラスアルファで、このルーフのライト、この LED のライト、これもオプションです。で、あの1個覚えていただきたいのは、ブラバスのカーボンパーツ、これめちゃくちゃ高いです。で、このルーフのライトもこれちゃんとベースカーボンになってるんで、めちゃくちゃ高額なんですけど、これもついてると。で、これつけることによって、この少しボディに比べると寂しくなってしまう天井もちゃんとボリュームアップできると。で、もう一つはこのパワードーム、これもワイドスターのキットには含まれないのでオプションでございます。で、当然カーボンパーツで、ブラバスの製品は全てドライカーボンなんで、まあ、非常に軽量ですし、まあ、あとはその精度もめちゃくちゃいいと。だからこのフィッティングの良さ、そんな感じで。で、カーボンの目も中央に寄ってる、こんなデザインになっております。で、これに関してはもう本当にもう極端に言ったらただの飾りです。特にこう機能性のあるパーツではないです。で、このダクトもあるんですけども抜けてません。なんでもう本当に単純に見た目なんですけど、これをつけることによってこのボンネットのボリュームが出て、こう横から見た時のシルエットも変わってくると、こんな感じになっております。で、ちなみになんですけど、今回このグリル類、はい、このザラザラのパーツは全部グロスブラックでペイントされております。なのでこのパワードームのグリルもそうだし、この前側のグリル各種も全部同様にグロスブラックでペイントされてると。で、もう一つめちゃくちゃマニアックな話なんですけど、このパワードームって実は後ろにもグリルがついてるんですよね。で、これ一番初期のもうワイドスターが出た初期のロットに関しては
これグリルついてないんですよ。でブラバスロゴも入ってないんですよ、ね、なんで初期のロットだけはないんですけど、それ以降のロットに関してはこのグリルとブラバスロゴのこのプレートがつくと。そして細かいところで言うとこの網、ここも全部ペイントが施されております。そしてそれだけじゃなくて、今回はこのグリルの枠、これワイドスターつけてる方でもなかなか装着されてるケースっていうのは少ないです。こちらも装着されてると。で真ん中にはブラバスロゴが入って、これも全部カーボンなんで、この中央に寄ったデザインになっております。で今回はこのパナメリカナグリルのこっち側2本だけをボディ同色でペイントして、こんな感じでアクセントが入ってます。でこれ結構あの本国とかアメリカとかでもそうですけど、あのジャーマンカラーに塗ったりだとか、ボディカラー入れたりだとか、結構アクセントに使う、海外でも結構人気のカスタマイズの方法です。でこれだけじゃないんですよ。この下、このワイドスターのこのグリル、このバンパーダクトのここもカーボン化されております。これもあの別パーツです。というわけでこれもすごい金額なんですけど、これもしっかりついてると。でさらにこれだけじゃないんですよ、ここも、はい、この下も通常シルバーのプラスチックのパーツなんですけど、ここもカーボンバージョンが出てるんで、今回はそのバージョンのものに交換されております。なんでもうほぼ全てのラインナップのものがついてると。これをつけるつけないで、あの金額も全然違ってきます。ただ今回は全部ついてる。そしてですね、まだまだあります。あ、ちなみに言うとこのグリルのこのブラバスロゴも全部オプションです。でこれ光るタイプになっております。あ、でここもしっかりペイントされてますね。そしてですね、横に回ってくると、実はこのモール、これ日本のホームページには掲載されてない商品なんですけれども、これもブラバス製のカーボンモールに交換されております。なんで前から後ろまで全部純正のあの樹脂のちょっとチープなオフロードっぽいモールからこのカーボンのモールに交換されていると。でここは赤い、はい、ブラバスロゴの、これシルバーと赤2色あるんで好きなのから選べます。で今回は赤いタイプがついております。そしてですね、もうここまでいけばまあでしょうねって感じですけど、ミラーカバーも当然、はい、ブラバスのカーボンミラーカバー、そしてあのワイドスターのキットもここをカーボンにすることがなんとできちゃいます。というわけで今回のお車はワイドスターのこのダクトもカーボン化されていると。でしかもこのダクトのこの縁のところはボディ同色のペイント、これカッティングシートとかじゃないです、ペイントでアクセントを入れてちょっとこのダクトが目立つような感じに仕上げてある。でこのダクトとダクトの間も今回はボディ同色で仕上がっております。だここまで全部のパーツがついてるのって僕もあんまり見たことないですね。そしてですね、これだけじゃないんですよ、皆さんお気づきでしょうか。これゲレンデってここにプラスチックのカバーというかモールがつくじゃないですか。これを今回なんとグロスブラックでペイントしちゃってます。ご覧ください、全部一周だ。今回その外装部分にザラザラのパーツが全部なくなってるんですよね。全部ペイントして高級感がアップしてると。ただこれってあの結構ゴムとプラスチックの中間みたいな素材なんで塗るの相当大変らしいんですけど、今回全部取り外してペイントしたそうです。というわけでこんな感じでここまで手が入ってると。そして足元行きましょうか。足元はまずローダウンがされて少し車高が下がってます。でホイールに関してはブラバスの、モノブロック Y ブラックプラチナム23インチが装着されております。これ単造ホイールなんで、まあ、非常に、まあ、サイズはサイズなんでめちゃくちゃ軽量ではないんですけど、まあ、23インチにしてはかなり軽量に作ってあると。そしてブラバスのホイールポイントなのはまあ、もちろんそういう刻印が入ってるとかセンターキャップがブラバスになるとかこういった、はい、プレートがつくとこもそうなんですけど、まあ、基本的にワイドにしないバージョンとワイドにしたバージョンでホイール一緒です。なのでこのスペーサーで対応する形になっております。なのでチューナーオフセット、チューナーの出面でこんな感じで
あんまり出すぎず引っ込みすぎずの絶妙な感じになってると。で今回これに組み合わせるタイヤは横浜のアドバンスポーツ305-3523、こちらと組み合わせております。で結構アドバン、いろんなうちのフロント陣だったりとかお客様に話を聞くと評判がめちゃくちゃいいです。やっぱり乗り心地がいいのと結構静か、まあ、パターン的にもこういうパターンなんで、まあ、この手の車オンロードで運用するんであれば非常におすすめかなと。そして今回はなんとキャリパーもボディ同色に、白のキャリパーに白でキャリパーを塗り替えて黒のブラバスロゴが入っております。すごい統一感。あ、そして細かいところ言うとこのボルトのキャップ、これもブラバス純正キャップでございます。なのでキャップ外さないとボルトが見えないなってと。そしてですね、サイドステップ、これも全部黒くなっております。これ結構ボンドでは定番のカスタマイズの手法ですけど、これ海外でもめちゃくちゃいましたね。ヨーロッパ行ってもアメリカ行ってもこのステップを黒くするっていうのは割と定番みたいで、こんな感じで黒くなってます。そして今回の車は電動のサイドステップ、はい、こちらも装着されてございます。そしてそしてご覧ください、ここには700のエンブレムが。そうなんです、今回の車見た目だけじゃなくって馬力も700馬力にパワーアップしております。それはちょっとエンジンルームで見てみたいと思います。そしてここ、このワイドになったフェンダーの前後に足元を照らすイルミネーション、はい、ワイドスターついております。ちょっと開けてみましょうか。こんな感じでドア開けるとイルミネーションが点灯するようになっております。でこれめちゃくちゃ豆知識なんですけど、実は初期のロットはこの LED のカバーついてないんですよね。なのでここを見るとおおよそのロットがいつぐらいのやつか分かるというどうでもいい話です。そして今回の車なんとマフラーも変わっております。ブラバスの4本出しのマフラーになっております。でこれメッキと黒はあるんですけど、今回の車はもう徹底的に白黒でまとめてあるんで、この黒いマフラーになっております。でこれ E マークもしっかりついてるんで車検対応でございます。車検対応というか車検に必要なヨーロッパの基準合格してると。まあ、音量的にいい悪いはまた別の問題なんで、例えば経年劣化で音がちょっと大きくなっちゃったとかっていうんであれば、もちろん車検通らない可能性もなくはないんですけど、基本的に車検に必要な基準は通ってるこちらのマフラーになっております。そして後ろも同様にキャリパー白でまとめて、23インチのこのブラックプラチナムモノブロック Y、 こちらが装着されてございます。そしてもうここまで行けば皆さんお分かりですよね。この辺だったりも全部グロスブラックでペイントされてると。ここまで徹底して手が入ってる車ってあんまり僕も過去見たことない。それぐらいもうやり尽くしております。そしてルーフにはこのカーボンの大型のウィングも備わっております。こんな感じ、はい、ブラバスロゴが入って、この翼端板というか、はい、サイドとこれ真ん中でちょっと形が違う、こんな感じのウィング。普通だったら結構浮いちゃうと思うんですよね、これだけレーシーなウィングゲレンデにつけたら。それをこうまとまりよく仕上げるっていうのはやっぱりブラバスがなせる技かなと。そしてこの上にロケットだったりとか狂ったゲレンデも用意してるブラバスならではかなと。こんな感じのウィング、なかなかこれもワイドスターつけても必ずつけるパーツでもないんで装着率そんな高くないと思うんですけど、なので見かける機会も多分おそらくあんまりないと思うんですけど、こんな感じのパーツがついております。そしてまた下に回ってきまして後ろ、はい、で今回はですねちょっと紹介がフライング紹介なんで、まだ厳密に言うと完成しておりません。プラスアルファの作業をしてましてですね、ここエンブレム、ここが今ペイント中でございます。なので動画だと仮の姿なんで、インサートで完成の絵を差し込んでおきたいと思います。こんな感じ。というわけでエンブレム類もしっかり黒くなって、でさらにこの背面タイヤもブラバスの背面タイヤカバーになっております。
でここもしっかりカーボン、そしてこのロゴの中はちゃんとカーボンの目が逆さまになるようになってると。本当にブラバスのカーボンパーツ品質もめちゃくちゃいいのでおすすめでございます、価格以外は。はい、そしてリアバンパーもこんな感じでワイドスターの専用のバンパーになります。で前に習って真ん中もしっかりカーボンになってると。これすごくないですか。本当に多分全部ついてるんですよ。あ、そしてですね、肝心なの忘れてました、これドアノブもブラバスのカーボンドアノブになっております。これ全部5箇所、はい、というわけでおそらくなんですけどラインナップされてるブラバスのパーツほぼ全てついております。ほぼ全て、すげえなー。でしかもですね、これもしかしたらカットかもしれないですけど、こちらのお客様あのこれだけじゃなくって他にもドイツチューナーコンプリートカーをお持ちということで、そのラインナップがやばすぎます。というわけでこんなスペシャルな新車ですよ。だってでもうざっくりですけど多分倍ぐらい、新車もう1台分ぐらいお金がかかってるんじゃないかっていう、こんな感じの外装になっております。さあそしてですね、こちらこれだけだったら当然内装もノーマルなはずもなく、まずですね先ほど触れた電動サイドステップ、はい、ちょっとこれ今お預かりしてるんで養生張っちゃってますけど、こんな感じで出てくるタイプの電動サイドがついております。そしてここまで来たら、はい、ソフトクローズも当然ついております。もうこれ単品とかでもつけることできます。ゲレンデ結構やっぱりハンドガンになっちゃいますからね、この辺も、まあ、ブラバスのパーツではないんですけどついております。そして今回の車は内装もラインナップのものほぼすべついてます。まずスカーフプレート、イルミネーションのタイプ、こちら5箇所全部ついております。そしてマット全5箇所、はい、全マット、このブラバスのこれも単品で取れます。そしてその奥ペダル、細かいとこですけどやっぱりここまでやってあるとやっぱり統一感も出ると、このペダルも変わってると。そしてですね、驚くのはこれだけじゃないんです。あー、もちろんそのここまで来たらもう当然ブラバスもう当然ですよね。もうそうなんですけれども、ご覧ください、じゃーん、なんと室内のパネル類すべてカーボン化されております。もうこのダッシュボードのトリム、センターのコンソール、ドア各種全部カーボン化で、これに関してはあのブラバスのパーツではこういったパーツないので、基本的にブラバスの内装のこのカスタマイズっていうのは見ていただいたそのマットとかペダル以外っていうのは全部コンプリートでの対応なんですね。なので部分的にできないので、今回は当社の方でこのパネル類を全部カーボン加工させていただいて、まあブラバス本国がやってるように至るところを全部カーボン化させていただいたと。これはすごいな、こんな感じになっております。もう中も白黒、外も白黒で、とにかく全部ついてるっていう、もう究極のところで非常にまとまったお車になっております。さあそしてですね、今回はフェンダーのところでも見ていただいた通りブラバスのパワーキットもついて700馬力化されております。というわけでこのエンジンのカバーも B マークになって700馬力、はい、そしてここのサインもブラバスに変わってると。これ700馬力に関しては何度かご紹介してますけれども、700馬力はサブコンでのパワーアップになります。ただ世間一般でいうサブコンと想像するとだいぶ違ったサブコンになります。世間一般的なサブコンってこのブーストセンサーのところにカプラ割り込ませてブースト上げてパワーが出るぜって感じだと思うんですけど、ブラバスの場合だとコンピューターのところに刺さってる配線を抜いたり刺したりとか、そういうことをして、まあ、いろいろこう純正のセンサーとか制御は使いつつも、まあ、ブラバスの制御をプラスアルファしてパワーアップしてると。というわけで安価なサブコンと違ってチェックランプがつくこともないですし、まあ、ブースト上げてピークパワーだけちょろっと上がるなんてこともないです。しっかり700馬力化されると。でこれで満足できないという方は800とか
900なんていうとんでもメニューもあるんで、まあ、そういったのも全て網羅できる、まあ、ブラバスならではなのかなと。というわけで今回は700馬力セットアップされて、ここが、はい、赤くペイントされてると、こんな感じのエンジンルームだって。でこれ簡単に言ってますけど、とんでもない値段ですからね。本当にあの僕の動画を見てから、日本のホームページのパーツ定価一通り皆さんに見ていただきたい。とんでもないことやってんなっていうのがすぐ分かると思いますんで。というわけで今回はエンジンルームもしっかり手が入っております。さあというわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたこちらの G700 をご紹介させていただきました。まあ、今回のはもう本当に全部盛りなんですけれども、まあ、この中から気になるパーツだけ選んでいただいてもいいと思いますし、さらにその上を行きたいぜという方はあの800、900コンプリートもありますんで、まあ、ドイツから車持ってきたりだとか、こっちの車をドイツに持って行ってカスタマイズして戻すなんてこともできると思いますんで、ぜひお気軽にご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。